菅沼修二郎12月15日から1963年12月26日は、明治時代昭和時代の日本の海軍軍人、教育者。長崎県佐世保市の西海学園高等学校の創立者である。旧平戸藩士、菅沼良平の次男として、長崎県松浦郡平戸に生まれる。兄は平戸派乱心論者として知られた、菅沼帝風で、幼児より、 その指導を受けた。兄の死後、海軍兵学校に進み海軍入り、日清戦争、日露戦争、第一次世界大戦に従軍。1924年に、少々、佐世保陳婦人事部長を最後に退官した後、佐世保市条約に押されたが辞退し、当時佐世保になかった男子の進学できる私立、普通中学の創設を志した。退官翌年の1925年、 再開中学、後の再開学園高等学校を佐世保市や和町に開校。公明と交渉は、当時の佐世保陳府司令長官、伏見宮弘康夫より歌詞を受けた。第二次世界大戦の終戦直後の1945年9月30日、理事長及び校長を辞任。戦後は、学園経営は、長男や口虎おらに任せ創立者として貢献した。 1963年12月26日死去。14位、君3投稿5級。ありがとうございます。